なんだこれ。パラニティアルール。戦わない者の名は誰も覚えない。はい、ジャパニビスタをご覧の皆様こんにちは。この番組はね、私江藤博則が、ゲームを実況していくという番組なんですけれども、今回やっていくのは、先ほどから見ていただいてた、メビウスファイナルファンタジーですね。スマートフォンの、ファイナルファンタジーの新作となります。そしてですね、本日が6月4日、このメビウスファイナルファンタジーの、配信日、配信開始日なんですね。なのでですね、まあ、この番組も初回ということでね、さらに配信日ですからね、細かいことはとりあえず抜きにしてやっていきたいかなと思います。まあ次回ぐらいから細かいいろいろ番組の説明なんかもね、していけるんじゃないかなと思っていますので、早速やっていきましょう。オープニングムービーかと思ってたらいきなりチュートリアル始まりましたね。ここら辺はですね、なんか事前の情報で、動画の情報でですね、この前の前日のですね、YouTube なんかも見てましたので、戦闘のシステムはある程度は分かっている感じではあると思います。画面タップで攻撃ですね。アビリティですね。これアビリティというのが重要なの。これで貯めてアースソード、さあ使ってみましょう。おー、いいですね。このエレメントを貯めるというね、行動が重要なんですね。さあプチブリザード行きましょう。弱点属性はダメージ増加、同属性はレジスト。属性大事みたいですね。さあサクサク行ってみましょう。ターンで3回動けますね。なるほど。さあ大きいやつ来ましたね。ブレイクというのですね、これ狙っていかなければ勝てないということで、この大型のモンスターと戦うときはですね、このライフゲージの下のブレイクゲージですね、こちらが重要になってくるらしいです。ただのこう戦うだと少ししか減らないので、アビリティを使うと。でこいつが、炎属性なんでね、プチブリザードを使ってみましょう。アースソード使ってみましょうと言われちゃいましたけどね。アースソードでじゃあ行ってみましょう。おお、一気に赤くなりましたね。そしたら、タッチパンでブレイクを狙っていけるのかという感じですね。ここで、ブレイクしたので敵が大幅に弱体化してますね。ここでプチブリザード行ってみましょうか。おお、いいダメージですね。敵をブレイクするにはアビリティと戦うを組み合わせて攻撃します。はい、2回ダースソード決めます。
そしたら、ブレイクを狙っていくんですかね。でここでなんかブチブリザードでしょう。これでもか。これで決まりですね。なかなか戦闘システムはですね、凝ってて面白いですね。戦略性あるんじゃないでしょうかね。かなり単性ですからね、じっくり考えてやれると思いますからね。時に君たちの名は、なんだ、さあ答えたまえ。君の名は。俺は。ほう、その名を名乗るというのか。覚えておくがいい。君の名前は特別だ。この壊れゆく世界、パラミティアに希望をもたらす英雄、光の戦士の名とされている。この世界はまだ光の戦士を知らない。君と同じ名を持つ者がこれから光の戦士になる。そのように予言されているのだ。まったく紛らわしい。すでに同じ名の者が何人もいる。一体誰が本物やら。しかし残念ながら今はまだ空白から。そう、君たちのことはブランクと呼ぼう。さあブランクたちよ、北へ。北には何がある。従った方がいい。物言いは無礼極まりないが、ボイスは9割方役立つことしか言わない。残りの1割はクソみたいなたわごとだ。なんだよそれ。はい、ということでね、ストーリーとか結構重要というか、ストーリーもしっかり作られているゲームということでね、イベント中はなるべく黙ってようかななんて思ってますけれども、あれですね、名前非常に重要ですね。まさか僕もこんな使われ方すると思わなくて結構適当につけちゃったんですけれども、名前皆さんやるときよく考えてつけてくださいね。ストーリー上もかなり重要なものになってくるようですので、さあ進んでいきましょう。カードも経験値を得てレベルが上がります。カードが成長するほど強くなります。なんかカードの、総レベルが自分のレベルになるみたいな、そんな話もあったような気がしますね。さあ、進んでいきましょう。グラッジファイターのカード手に入れましたね。なるほどね。このワールドマップいいですよね。ワールドマップこの広大な感じワクワクしてね。お、エレクサー、エレクサーって言っちゃいましたね。エリクサーかける3。光なき樹林解放されましたね。デッキ編成、アビリティカードをデッキにセットして、戦闘能力を強化します。さあデッキ編成やってみましょうかね。はい、アビリティカードは4枚セットできますね。あと1つ空いてますからね。で先ほど、ゲットしたグラッチファイターですね、こちらを、セットしていきたいと思います。4枚のカードの、合計レベルが戦闘レベルですということですね。デッキレベル、そうこの名前大事ですからね。これあのヒロアットジャパニビスタっていう意味合いでつけたんですけれども、なんかちょっと浮きますねやっぱりね。皆さんよく考えてつけてくださいね。僕もしかしたら後で帰るかもしれないですからね。
はい、デッキの編成はここまでですということで。ではね、未開の地が見つかったということで、新たなエリアに進んでいきましょう。はい、なるほど、危険度、3、水属性の強力な敵の気配。はい、この属性がジョブニーは3つ、使用できる属性があるんですけれども、ここの、属性の敵の気配、ここでですね、そこのボスの確か、属性が分かるので、それに対応できるジョブを選んで、進んでいくというのが基本的なスタイルになるようですね。では、出発してみましょう。あ、そう、このレンタルカードね、このレンタルカードがありますからね、他のプレイヤーとすれ違ったりした時にですね、カードを借りられるっていう。さあ、借りる、デブチョコボ、デブチョコボ借りていくようですね。ここら辺選べないですからね、まだね。さあ、サクサク進んでいきましょう。いや、すごいですね、スマホゲーとは思えない。お、戦闘が始まりました。サポートアビリティ、とりあえずエレメントを出現させる。さあ、このハート型の、ピンク色のやつですね、これがサポートエレメント、回復エレメントですね。ではマリア使ってみましょう。防御力アップ。おお、なるほどなるほど。アイコン上の数字が、効果ターン数。そう、連続で使用できないですね。あ、結構待たされますね、7ターンですからね。このエレメントドライブですよ、これ重要みたいですね、回復エレメントにまずじゃあスライドさせてみましょう。さあ、エレメント、吸収してですね、属性を自分に付与する。回復エレメントの時は、一目とか回復するということでね。やっ、ダメだ、はあ、っ。さあ、サクサクいきましょう。さあ、このボス戦というか、雑魚が数度あって、巨大ボスみたいなのが基本的な流れなんじゃないでしょうか。さあ、これで、水のエレメントをね、エレメントドライブして、さあ、水の属性がつきましたね。で、敵が水属性なので、今回で、水のエレメントレジストアップということで、敵の攻撃が吸収できる、吸収じゃないですね、半減できる。そして、エレメントの出現率変化ですね、こちらもかなり重要ですね、吸収したエレメントとは違うエレメントの出現率が上がると。なので、水を吸収すると、現在の、装備できるエレメント火と土の出現率が上がるということですね。レジストしましたね。さあ、エレメントまず取りすぎましょう。さあ、アースソード、これで赤ゲージにする。バイを使ってきましたね。やっ、さあ、ブレイクしたいところでございますね。さあ、ここはブレイクさせたい、ブレイクさせて、お、このプチフレームブラストですか、やってみましょうか。おー、いいですね。先ほどのカード、新しいカードですね、プチフレームブラスト使ってみました。さあ、行ってみましょう。さあ、またしてもレジスト、エレメント吸収ですね、エレメントドライブしたいと思います。
で、これでアースソードで敵のブレーキ形状を削っていきます。ブレイク、ブレイクから、プチフレームソードいきましょうか。うん、いいダメージですね。なるほど、戦闘の基本的な流れはね、こんな感じで、エレメントのエレメントと、属性ですね、属性とエレメント、そちらを、気にしつつ戦闘を進めていく、そういったスタイルになると思います。さあ、まだチュートリアルですからね。まだぬるいぬるい戦闘が続くんじゃないでしょうか。さあ、グラッジシャーマン、この鍵のマークはお気に入りなんですね。なるほどなるほど。グラッジシャーマン、水属性ですね。チュートリアルでフォローできません。さあ、このチュートリアルね、サクサクっと終わらせて進んでいきたいと思います。